がそれぞれの無事な時間を提案しています。大垣の昔話パーパージューウェイサー桃太郎やわらしべ長者などおなじみの昔話や童話をオリジナルアレンジして JWAVE ナビゲーターによる朗読で制作していきます。最初の3作品はこの企画の発案者でもあるジョン・カビラさんが朗読を担当。初回の作品は桃太郎です。ぜひお子様にお聞かせいただき、大垣にもご参加ください。他にも様々なコンテンツが盛りだくさん。コンテンツはスピナーのウェブサイトはもちろん、Apple のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Spotify、Apple Music など主要なリスニングサービスでもお楽しみいただけます。スピナーのウェブサイトは JWAVE のトップページから。 JWAVE START 9、長谷川ミラがナビゲートしています。ここで皆様からいただいたメッセージをご紹介します。今日のテーマは